技能五輪全国大会、それは23歳以下の若き技能者たちが自らの持つ技術を駆使して熱い戦いを繰り広げる、まさに技能のオリンピック。工業、電気、電子、 IT、 ロボット、ウェブデザインから建築、木工、土木、造園、さらには美容、ファッション、料理、洋菓子など42の競技が実施され、今回で58回目を迎えました。愛知県では常滑市にある愛知スカイエキスポをメイン会場に2019-2020と2年連続の開催。今年は新型コロナウイルスの影響で無観客開催となってしまいましたが、インターネット上でのライブ配信を実施。今回はその模様をダイジェストにしてお届けします。若き職人たちが日本一を目指して目の前の課題に立ち向かう、そのひたむきな姿をご覧ください。焼き物と海と空の町、常滑市の愛知県国際展示場愛知スカイエキスポです。それでは放送席をご紹介していきます。労働行政、特に職業訓練行政に長く関わり、愛知県高浜高等技術専門校校長を歴任し、現在に至っています、愛知県職業能力開発協会より小林博さんをお迎えしております。小林さん、どうぞよろしくお願いします。はい、さあそれでは競技の模様を見ていきます。レストランサービスです。この競技ではレストランでお客様に提供するサービスの技能が競われていきます。行うのはテーブルセッティングから食前酒のカクテル作り、そしてワインや料理の提供、お客様をお見送りするまでの一連の流れということになります。高級ホテルやグランメゾンで提供されます質の高いサービスが披露されるということになります。では現場どんな様子なんでしょうか、楽しみです。お送りいただきましょう。山口さん。はい、ここからはレストランサービスの会場からお届けしていきます。会場内はどうでしょうか。さながらまさに高級レストランという感じになっていると思いますが、まさにこちらまっさらな会場だったんですが、そこに午前中まずは課題ということでテーブルのセッティングをされていたようです。まっさらな会場に高級レストランで実際にテーブルのセッティングがされるような形で椅子やテーブルを用意して、そこにクロスが引かれ、さらにフラワー装飾アレンジメントの飾りをつけてお客様をお迎えする状態までセッティングが完了し、その後お昼の休憩を挟んで本場のディナーにお二人目のお客様を迎えたという状況です。まさに高級レストランに普通にお客様がいらっしゃった状態、いらっしゃいませというところから、例えば椅子を引いて腰掛けて、そこから飲み物をオーダーする、そんなところから始まって、今食事がですねだんだんと進んでいきまして、手元の方では今フルーツをカットする様子もご覧いただいていると思います。まずはドリンクのオーダーから始まり、そのオーダーもなんとお客様役の人が実際に数あるメニューの中から好きなドリンクを注文します。ですから、競技者の皆さんはその場で言われたドリンクをシェイカーを振って準備をするという形になります。そして食事が進みまして、今のお時間はこの後の、シュゼット、デザートの用意になりますね。
クレープとそして今カットしていますオレンジ、こちらが使われるものと思われます。いかがでしょうか。なかなかこういった作業をご覧になる機会ってないと思うんですよね。いろんな競技者の方にお話を伺いましたら、やはり普段はホールで働かれている方が多いということで、こういったデザートの作り方や、メインディッシュで今回は鶏をさばいてから2人分に分けてお出しするというところだったんですが、そういった専門的なところに関してはシェフに教えてもらったり、また花をアレンジするところでは普段お仕事でご一緒しているお花の担当の方にコツを聞いたりと、いろんな努力をされて総合力でレストランサービスというものを今回競技で戦っていかれます。今オレンジの皮がきれいに剥かれていきましたが、この様子をお客様役の皆さんも携帯で撮られたりとか、本当に普通のお客様なんですよね。ですのでお食事を楽しまれている一般の方を対象にまさにフルサービスをするという、本番さながらどころかこれはまさに本番という感じになると思います。ではこのあたりも、解説詳しくしていただきたいと思います。放送席お願いします。はい、どうもありがとうございます。それではこの時間なんですが、レストランサービス国際ホテル&レストランサービス協会長村良一さん、放送席をお迎えしました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやー、オレンジ一つにとっても見せますね。そうですね、やっぱりお客様に楽しんでいただくっていうことが、はい、一番のご馳走なもんですから、はい、もう本当にね、自分で剥こうと思えば両手でこうざっくり剥いてしまう。そうですね。でもあれだけナイフで見せられると思わずね、こうスマホで撮影している。やっぱりコロナの時期だからということではないんですが、はい、やっぱり手を使えないっていう、生物に手を触らないっていうことが大事で、はい、決してこの時期だけそうしてるわけじゃなくて、はい、サービスマンはすべて衛生観念を持ちながらやってますので、はい、ああいう方なサービスになります。ああ、なるほど。それがいい形でお客さんにもこう一つのショーのような形で見ることもできると。だから逆にシェフの方がサービスは難しいかと思いますね。あ、そういうもんなんですね。そうですね。シェフは手を使ってナイフフォークでやりますから、フォークを使わないもんですから、はい、シェフよりも器用かもわからないですね。改めてこのレストランサービスという競技についても伺いたいんですが、はい、これはどういった内容のものになりますか。とりあえず一般的に普通の食事をしてもらうというのが、はい、目的なんですが、やっぱりその中に、選手といいますか、技術、ウェーター運び屋じゃないんで技術を見せたいということで、こういうふうに、はい、ヨーロッパではこういうふうなサービスをしているところが往々に多いんですけどね。はい、草村さんは、はい、今これ行われているのが、これは何ですか。これはこれからフランベをしようということで、このオレンジに上からアルコール、ブランデーを垂らすんですよね。はい、そしてそのオレンジの香りをつけながらフランベをしていくという。これ結構な見せ場って見せ場ですか。そうですね。割とはい、本当はこれをフランベとは言わないんですけど。あ、そうなんですか。実際にオレンジがフランベされてるだけで、はい、フライパンの中にあるものがフランベされてるわけじゃないんで、はい、フライパンの中のやつがアルコールを入れてやることがフランベって言うんですね。はい、でこれはやっぱり日本の人はこういうふうにやりたいということでやってる、はい、で名前が実際的には料理名が違うんですよね。あ、そうなんですか。はい、今ちょうどこのオレンジにこうリキュールですかね。そうすると皮にこの、ブランデーの火が火って言いますか、垂れてきて下にオレンジの香りとブランデーの味がつくということです。おしゃれですね。そうですね。あ、そうですか。はい、
今そういった作業ということで、しかし、今日は22名の選手たちが参加しているんですが、はい、これだけの若さで22名の優秀な選手たちがもし仮に1店舗でもあれば、はい、これはもうそのお店というのは当然盛り上がりますよね。そうですね、まあ、日本の場合は制度がないからあれですけど、はい、やっぱりチップを出したくなるようなお店があるといいなと思いますよね。あ、そうですね。例えば今日やってる中あのサービスで、あのランチで例えば1万円ですよって言われて、これを見て安いと思うか高いと思うかですよね、はい、どれだけ1万円って言われたら高いと思いますよね、はい、そうですね。でもこれを見てこれだけやってくれるんだったら1万円はしても当たり前だなと思うか、その価値観をどのようにサービスマンができるかですね。そうするとこの審査のポイントっていうのはどういうところになっていくわけですか。基本的には本来だと一番あのやりたいのはお客様の喜んだ顔を見せれるかどうかっていうのがあるんですけど、はい、やっぱり機能五輪ということで技術がどれだけ素早くどれだけ見せれるかというところにあの競技に趣を置いてます。実際にこのお侍さんも審査をされる。あ、私は審査をしないです。あ、審査しないです、はい、なぜかというと国際大会で審査してますので、はい、国内基準は国内の人たちにやってもらおうかなと思ってます。あ、そうなんですね。それの方が公平になってくると思いますので、はい。先ほどですね審査員の方がこのお料理の味を確かめている様子も見られたと、はい、この味というのもこの審査の基準になってくるわけですか。そうですね、あの、ただ作って出してそれがお金取れるかどうかの問題ですよね。あ、なるほど。そこが一番の鍵だと思うんですね、ただ見せて出ちゃいいっていうことではなくて、はい、やっぱり出した時にそれが商品になってるかっていうのが問題ですよね、はい、あのオレンジジュースを温めただけは非常にまずいんですよね、そうなんですね、ホットオレンジジュースなんか飲めたもんじゃないですよね。あ、これ失敗するとホットオレンジジュースですよね。そうですね、先ほど確かにそうですね。でもあれですよね、お客さん役の方は審査員ではないんですね。ないですね、はい、ってことは基本的にはどんなお料理を出しても美味しい美味しいってお召し上がりになるんですか。そうですね、今日はあの特にあお金をもらってるわけじゃないですから、あのあこういうもんだと思って食べてるんじゃないですかね、はい。そしてまたこの普段の業務においてもこの先選手たちというのは今行われている技能を披露するチャンスというのは当然ありそうですかね。うーん、数は少ないですね。あ、そうなんですね。あのというのが、こういう風なサービスをしたいというレストランがいないというか、シェフやっぱりレストランになるとシェフがあのメインになったみたいなイメージで、はい、長い帽子をかぶった方がね、 そうですね、その方がその料理の流れを作ってしまう、ええ、実際はそうじゃないと思うんですよね。お客様がお店を作ってくれるんじゃないかと思うんですよね、はい、でこういうサービスがいいとかあのこういうものがいいっていうことだと思うんですけど、ええ、あの日本のシェフよりも海外のシェフは表の人のサービスを気にしますよね。そういうもんなんですね。なぜかというと自分が出した料理をより美味しく見せるのは彼らの仕事だということですよね。はあ、なるほど、はい、だからどんないい料理を出しても、はい、サービスマンがあまり良くなければ料理の質は落ちてきますよね。そうか、それだけ。そうするとミシェランでは勝てないですね、そうか、一つ一つの職業にもプライドを持って正面から当たらないと、ね、だから最初に言ったように、表のサービスも職人であるですよね。ということでレストランサービス今言っていただいておりますが、もう一度は私もお客さん役になってみたいなって思うぐらいに、そうですね、はい、素晴らしいものになっているようです。ぜひ次回は、はい、よろしくお願いします。競技時間2時間25分ということで、レストランサービスをお送りしました。解説にお招きしたのが国際ホテル&レストランサービス協会長村良一さんでした。長村さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ次にお送りするのが
利用になります。こちら10人のエントリーで行われています。利用はカットやカラー、パーマ、シェービングなどを通じてお客様を美しく健康にする、そんな仕事です。お客様の好みや文化、時代性など様々な要素をもとにハサミと櫛でヘアスタイルを作り出していきます。それでは利用どんな雰囲気でしょうか、伝えていただきます。山口さん。はい、ここからは私山口が利用職種の競技会場をお届けしていきます。やはり利用は美容と同じように皆さん割と身近に感じられる職業だと思うんですよね。床屋さんに行って髪の毛切られるという方も多いと思います。ただ採点方法となると、あ、どんな課題でどこがポイントになってこれとこれの違いは何だろうっていうふうにね、結構難しく思えるのではないかなというふうに思いまして、そのあたりもここではご紹介をしていきたいと思います。まずですね、この利用の部門では4つの課題が出されました。昨日からスタートしていて2日間で9時間にわたって皆さん技術を披露されているんですが、課題1、課題2ということで、実は昨日の作品がもうすでに並んでいますので、ちょっとご紹介をしながら確認をしていきましょうかね。まずはクラシカルバッグバリエーションヘアということで、一番床屋さんぽい、利用っぽい感じのヘアスタイルになっているのがこちらのマネキンヘアになります。いかがですか、凛々しい感じのこの男性ヘアになっていると思いますが、フロント部分まず見ていただいて、カラーは自由になっています。刈り上げのフォルムだったりとかっていうのが、大切になってくるんですが、フロントに関しては自由にカラーを使ったり、デザインを使ったりというふうになっています。で、先ほど私が刈り上げというふうに言いましたが、難しいポイント、実はフロントよりも後方部分なんです。ちょっと特別にこちら回転をさせていただきますね。許可をいただきました。まずこの横から見た感じでいきましょうかね。まずはこの仕上がりの美しい曲線、分かりますでしょうか。曲線になっていてなだらかなんですが、どちらかというとカクッとしているのが利用のフォルムの基本なんだそうです。美容の場合は頭の丸さを生かして丸く作るんですが、このマネキンの場合は頭自体はこういう風に中は丸くなっているんですけれども、カットでカクンという形に作っています。で、後方を見てみますと、ちょっとしっかりセンターから見ていただかないと分かりづらいかもしれないんですが、左右対称になっているというところも大きな採点のポイントだそうです。こういったところの中でやっぱり刈り上げ難しい技術です。この薄いところから濃いところに至るまで、今ではバリカンを使ってバーっと割と早くカットしちゃったりっていう場合も多いんですが、これをハサミとコームの調整だけでこれだけの綺麗なグラデーションを作るというところ、地肌が見えているところから髪が濃くなるところまで綺麗に仕上がっている、こういったところがポイントになるんだそうです。はい、ではその他の皆さんとの違いもね、見ていきたいと思います。これ特に美しいなというふうに評価を得ているようなんですけれども、他にも様々なグラデーションのね、カラーが目立つような作品もあります。ファッションカラーのヘアカット&カラーなのが、そのお隣にある割と色がね鮮やかなヘアスタイルのものだったりするんですけれども、皆さん、グリーンだったりとか紫、それからアッシュ系の色に仕上げていたりと、いろんな色に仕上がってますね。さあ、じゃあちょっとさっきの刈り上げ感よく覚えていただいてたでしょうか。このあたりくるっと回して見てみましょうか。先ほどとの違いって分かりますか。よくご覧いただいてたら分かると思うんですが、ここの地肌感から髪の毛までの変化がバスッと切れてしまうような選手もいるんですね。これ本当に微妙な加減の違いらしいんですけれども、こういったところでも採点の良し悪しというのが変わってくるということなので、ちょっと あそっか、実際にこういう髪型の人見ると本当に綺麗だなと思うんですけれども、その襟足の部分、刈り上げの部分まで見ると、そのヘアスタイルを作った理容師さんが本当に上手な方なのかどうかというのがよくわかるんだそうです。
そしてですね、お隣の、ちょっと自由な感じのヘアスタイルの場合は奇抜すぎず、でも海外の方が、やられるようなヘアカラーや、スタイリングというのもしっかりとこうやっぱりショー、コンテストというのをイメージした感じで皆さん作り上げているというところです。やりすぎは NG だけど、どこまで技術を見せられるかというところがとても難しいポイントだということです。こんな感じで昨日からの課題は一旦展示をされているんですが、今日皆さんが今やっていらっしゃる課題についてもご紹介していきたいと思います。こちらホワイトボードに書かれています。競技課題4になります。ストレートパーマスタイルのチェンジ3つの要望というふうに書かれていますね。こちらですね、ストレートパーマを作って、その後に1回チェックが入りまして、カットやセットというものが行われるんですけれども、まずストレートパーマスタイル、一つにストレートといってもいろんな違いがあります。そこで今回競技で大切になるのが長さ、質感、スタイリングということです。これは事前に公開をされていませんでした。それぞれの項目に対して お客様が理容室にやってきて、例えば長さちょっと長くしてくださいとか、質感をちょっと軽くしてくださいというふうに実際にオーダーをするかのごとく、この場で先ほどくじ引きが行われまして、決まった中身がこちらです。長さは2ブロックを取り入れたもの、そして質感は軽めに、さらにスタイリングはバック調でという、これがもう本当に今さっき提示された中身課題になります。これを受けまして皆さん今まさにストレートパーマに取り組んでいるところになります。さあ、ストレートパーマ、まずはいろんなポイントもあるんですけれども、ストレートと言いますからやっぱり綺麗に伸びていないといけませんよね。カールでいうと J カールとか C カールとか、なんとなく女性は聞いたことあるかもしれないんですが、やはりまっすぐ伸びているということが大切で、 J になっている、外跳ね、 C になっている、内側に跳ねてしまっているっていうのものは限定の対象になるんだそうです。その中で S 字のカーブがついてしまっていると、どうやらより減点数が大きくなってしまうなんていう情報も入りました。さあ、今一人男性の参加者がマネキンを持って流しの方に行かれましたね。今カラー剤ではなく、こちらはちょっと白くなっているんですが、ストレートパーマの、薬剤を皆さんそれぞれご自身で普段使っているものを持ち込んで、塗り込んで時間を計っておき、その後流し台で実際にシャンプーをするようにちょっと今マネキンなんですが流しているという状況になります。このあたりでどれぐらい時間を置いて、どれぐらいストレートに力を入れるかというのも結構大事なポイントになるんだそうです。ではちょっとお一人ずつ注目を寄せながら伺ってもいきたいと思います。ゼッケンナンバー7番は愛知の代表としてこの利用部門にやってきました福本美宇さんです。ヘアステーションレオンというサロンの代表でいらしています。去年同じお店の先輩が見事金を取ったということで、かなりプレッシャーも感じながら会場にやってきたそうなんですが、いやいや彼女自身もすごい方なんです。なぜ注目かと言いますと、彼女国際大会での実績がすごいんです。昨年行われました世界利用美容技術選手権という大会、パリで行われた大会です。この世界大会でジュニアの部世界第3位に輝いたという凄腕の持ち主なんです。でそんな彼女、去年もこの技能五輪に参加をしていました。パリ大会から1ヶ月後ぐらいに大会に参加したらしく、ちょっと課題の調整がうまくいかなくて去年は残念だったんだけど今年は頑張りますということで、かなり自信を持って参加をされています。そんな彼女今22歳で3年目ということです。ストレスとか緊張とかはこういう大会では感じたことがないんだそうですよ。すごい方ですね。で周り の競技員の方たちも割と時間もうすぐだけど大丈夫っていうふうに声かけられたりとかしてるんだそうですが、流されない、
マイペース、慌てないということで、もう自分の時間の流れの中で今黙々と作業をされています。で、そんな彼女の実はテーブル周りちょっと注目してもらいたいと思います。周りの競技者の方はブルーのシートなんですけど、彼女のテーブル周りだけ白いのって気になりませんか？これ指定ではなくて、彼女はこだわりがあってこの白いビニールシートを持ってきているんだそうです。なんとなく映像そうかなって思われる方もいるかもしれません。白って周りのものをきれいに見せますよね。いわゆるレフ板の効果みたいなものがあって、よりカラーをした時とかマネキンを置いた時に自分の作品がきれいに見えるように、彼女は白い色の布、ビニールシートなんですが、を引いて作業をされているんだそうです。ちょっとすごいですよね。そこまでこだわってやっているんだというのがよくわかります。で、ちょっと、作品、先ほどご紹介した作品の方に目をやっていただきますと、彼女の作品がずらずらずらっと並んでいる中の、実はこのピンクの作品になります。7番です。ちょっと他の方とカラーが違うなというふうに思いませんでしたか？このピンクをチョイスしたっていうところにもすごくこだわりがあるんだそうです。というのは、会場内でやはり太陽光、自然光ではなくて照明を受けた時にカラーリングがどれぐらい綺麗に映えるのかというのを計算して薬剤を選んでカラーを決めてきたんだそうです。ですから奇抜になりすぎてはいけないっていう課題なんですが、やっぱり腕の見せ所というところで彼女はこのピンクや金色という鮮やかな色を持ってきました。ずらっと並んでいるのを見ていかがですか？ピンク、会場内で綺麗に映えていますよね。素晴らしい作品になっています。ということで、以上利用の会場からお届けしました。はい、ありがとうございます。それでは次の競技に移ります。続いてが名古屋市にあります名古屋製菓専門学校で行われている洋菓子製造です。それではその模様をご覧いただきます。こちらをどうぞ。こちら甘い香りが広がっております。私は名古屋市にあります名古屋製菓専門学校に来ているんです。こちらでは洋菓子製造の競技が行われているんです。私たちはこのガラス越しに競技の様子をこう覗くような形で拝見させていただいているんですが、もう皆さん真剣な眼差しで動きを止めることなくずっと作品を作り続けているんですよ。それではここで今大会の競技主査、河合秀則さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。はい、今回は3つの課題があると伺ったんですが、はい、どんな課題なんでしょうか？はい、1つはアントルメショコラ、もう1つはマジパン細工、これは動物をかたどった動物のマジパン細工なんですけども、はい、もう1つはアメ細工でピエスモンテって言いまして、積み上げるアメ細工を積み上げて大きな作品にすると、その3種類です。河合さん、今どんなことをしてるんですか？今向こうでやってるのがですね、マジパン細工といいまして、動物を3種類3個ずつ作っております。はい、それを審査するわけですけども、はい、マジパン、いわゆる洋菓子の飾りとして使用されるものですよね。そうですね、はい、一般的には、はい、1個80グラム以上、100グラム以下という細かい設定のある中で、どうでしょう、こう動物たちといいますか、こう目をつけたりする上で表情とか表現力っていうのも必要になってきますよね。そうですね、ここから遠くから見てますと同じものを作っているようですけども、はい、その3体ずつですね、表情が違ったり動作が違ったり笑ったり怒ったり、そんなものが作られております。じゃあ仕草だったりするところも表現していかなくてはならないわけですね。はい、また彩りもいいですよね。そうですね、食べ物ですから、はい、美味しそうに見えるとか、それからあまりその色が濃くてですね、はい、食べるにはちょっとっていうようなものを使ったら減点になります。あ、そうなんですね。はい、競技時間はすべてこの3つの課題合わせて7時間
ということで、はいはい、各種目に合わせた構成、バランス、味覚、美的評価、技術、色彩、そういったものが採点項目に上がってくるということなんです。これ終わり次第どんどん次の工程に行っていいということですね。そうですね、はい、順番も好きなものから行っていいわけですか。はい、好きなものからですけども、はい、マジパンの場合は3時までに提出と。なるほど。ということになっておりますので、もう間もなく、そうですね、大詰めを迎えているという、はい、大詰めを迎えているわけですね。もう今ちょっと集中力が高まっているところではありますよね、はいはい。さて、フロアを変えてお邪魔しています。河合さん、こちらのフロアではどうやら皆さんこの飴細工、いわゆるピエスモンテの課題に入ってますよね。はい、だいぶ先ほどの飴の状態から形が出てきましたね。そうですね、これからどん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 形ができて、うん、今花を作っておりますけども、あの花がですね、一つの部品になって、はい、一体のピエスモンテっていう、要するにいわゆるピエスっていうのはパーツを一つ一つ重ねて一つの大きなものを作るというふうになります。この作業の中で一番難しいところはどんなところでしょうか。まず大切なのはですね、飴のツヤ、ツヤ、要するに食べ物ですが美味しそうに見えるということも大切なことです。はい、それにはやっぱりいいツヤでないといかんですよね。ツヤ出しをするにはなんかどんな技術が必要なんですか。飴をですね、温度、はい、温度っていうよりも飴を引っ張って、引っ張るっていうのは引っ張って伸ばすわけですね、うん、はい、そのすることによってツヤが出て、うん、そのいいツヤの時に、加工するということです。だから常に、飴は加工、曲がったり丸めたり、はい、することができる硬さで常に作業しないといいものができないです、うん、すぐやっぱり固まってしまいますからね、その動くうちに、作業をするという、意外と力もいりますよね。力はすごくいりますね、まあ、女性もやりますけども、でも力いります、はい、で常にあそこにランプがついてますよね、はい、ランプがついてるのはあそこで保温したり飴を溶かしたりしてるんですね。じゃあ溶かして緩めたり、そして固くしたりと、そうですね、伸ばしたりと、はいはい、なるほど。もう皆さん今真剣なんですが、このなんか飴細工の工程、家庭での見せ所みたいなところってありますか。家庭っていうのか、要するに、はい、先ほどちょっと言ったかも分かりませんけど、飴っていうのは引っ張って形を整える、うん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 、それから流して形を整える、それから吹いて、いわゆるスフレっていうのはですね、空気を入れて、はいはい、ボール状のものとかいろいろな形のものをですね、作っていくんですけども、それの3種類をうまく使って一つのものを作っていくということです。なんかこうガラスを作るような、そう全く一緒です ね感じにも、はい、まあ、ガラスはあの柔らかいのをくるくる回しながらやりますけど、あれも空気入れますよね、はい、あれと同じように空気を入れるあの器具があるんですね、はいはい。今日ですね、お天気はとてもいい晴れのお天気なんです。で先ほどからなんか温度と湿度計というのが必ずこのフロアには置いてあるんですけど、お菓子作りにとってこう湿度をやら温度っていうのは関係してきますか。関係してきますね、特に雨は関係してきます、うん、はいはい。今日は湿度がすごく、まあ、割と低く、はい、40% 以下ぐらいだったんですけれども、どうでしょうか。もう最高の状況、最高ですか。これは競技者の皆さんもほっとしてる感じですか。そうですね、うん、特に今、まあ、コロナで、はい、その換気のことがありますの で窓も開いてますので、ね、換気がするときには窓開けますよね、はい、開けるときに湿気のある空気が入ってくると、うんうん、やっぱり条件が悪くなって、はい、艶も悪くなるし、加工もしにくくなるということです。なるほど。じゃあ今日の日というのは最適な、最適ですね、はい。湿度、温度、それ天気、例えば雨か晴れなのかということも考えながらの作業ということにもなるわけですね。そうですね、奥が深いですね、はい。で今このピエスモンテという競技をしていまして、マジパンの製作ももう終わりを迎えております。もう一つのアントルメショコラ、これがですね、ちょっと工程が今の時間は、そうですね、今はですね、はい、冷やして固まってますか。もううん、アントルメショコラっていうのはいろいろジェノワーズを焼いたりとかいろいろなことをして、はい、味をムースっていういわゆるふわっとした感じのクリームを固めたりして、はい、その組み合わせでアントルショコラを作るんですけども、はい、それが今ですね、冷蔵庫に入ったり、うん、外に置いたりして、うんうん、今から試食、味の採点もするんですよね、はい、ということは要するに冷凍庫に入れっぱなしだと固まってしまって、うん、味の採点の時に
支障をきたしますので、それじゃダメなんです、はい、常に最高の味のものを作るために冷蔵庫を入れる人もおるし、そのこの工場の中に置いておく人もいます。なるほど、先ほどですねその箱を冷蔵庫に入れている姿を私見たので、はい、ちょっとお見せすることはできないんですけれども、この今ご覧いただいています飴細工、そして先ほど見ていただいたマジパン、そして今冷蔵庫に眠っているであろうこのアントルメショコラ、この3つが課題となっています、はい、でこの3つの中で唯一味覚審査があるのがその今冷蔵庫に入っているアントルメショコラということで、はい、今回は抹茶と栗の使用が必須条件と伺っております、はい、両方使ってどんなケーキが出来上がるのか、味覚審査もあるということで大事なところになってきますよね、はい、河合さんから見てぜひこの洋菓子製造のこんなところを見てほしい、こんなところがいいとこだよということをぜひ最後にお伝えいただければと思います、はい、お菓子ですから見ても美しく食べても美味しく、それから夢のあるもの、そんなことをですね我々採点するとも考えてますし、はい、選手の皆さんもそれを考えて作られていると思います。私も楽しみにしております、はい、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。以上、洋菓子製造の会場からお伝えしました。それでは次に移ります。続いてがこちら岐阜県多治見市にありますトヨタ自動車株式会社多治見サービスセンターで行われている自動車板金です。こちらの会場、鉄板にハンマーを打ち付ける音が響き渡っています。さて、自動車板金の競技会場にやってきました。この競技、簡単に言いますと、この1枚の鉄板からハンマーなどのいろんな工具を使ってですね、立体的に成形していく競技なんです。その完成品がこれなんですね。光り輝いていますが、この1枚の鉄板からどのようにしたらあの形になるのか、すごく楽しみですよね。では早速どんな競技をしているのか覗いていきましょう。こちらに皆さん今本当に真剣な眼差しでハンマーを叩いていたり、いろんな工程の作業をしております。今年は19人の選手の皆さんがエントリーしてまして、各社いろんな企業が参加しているそうです。ほとんど自動車メーカーだと伺いました。さあ皆さん本当に真剣です。今年は一体どんな方がチャンピオンになるのか楽しみですよね。それではこの自動車板金という競技、どんな競技なのかご説明していきます。自動車板金の技能は、平らな金属板から専用のプレス金型によってボディの曲面を手で加工して成形することなんです。例えば大量生産できないモーターショーに出品するモデルカーや量産前の試作車、またクラシックカーの復元などは、熟練した技能者の自動車板金の 技によって手加工で作られることが多いんです。もうまさに銅板から美しい曲面を成形する魅力的な車体の造形とも言えますよね。競技時間は7時間以内。今回の課題は、開始直前に発表されたなんと非公開寸法というものが7箇所あるんです。それらを競技中に伸びや縮みによって異なる展開長に計算し、部品を成形していきます。平らな1枚の銅板から図面をもとに2つの部品であるフロントとリアというものを手加工で成形していくんですが、その2つのつなぎ目は曲面となっていて、少しのズレが大きな段差となってしまうわけです。よってこの作業には繊細さと力強さが求められてきます。溶接によって組み立てて、図面で指示された寸法に対するこの寸法精度、また形状精度、そして表面仕上げの綺麗さを競う競技なんです。さて今会場に響き渡っているハンマーによる打撃、一体どれくらいだと思いますか？競技中でなんと数万回にも及ぶとされているんです。通りで選手の皆さん、太くてたくましい腕をされていますよね。こう見ていますと、若干やはり利き手、ハンマーを叩いている腕の方が太くて、その逆手の方は普通かなとお見受けするんですが、いやいや、さすがこのたくましさ、体力のあるないっていうのもやはり関わってくるんでしょうかね。ただ力
力のいる工程もあるんですが、すべてにおいて繊細さが必要とされているので、その力加減にも計算された技能というのが隠されているかもしれません。ちなみに去年金賞を受賞したのは日産自動車株式会社の浦田さん、続く銀賞はトヨタ、イスズ、トヨタ、同賞はスバル、日産、マツダと、もうこう名高い自動車会社がランクインしております。さあ今年はどこが、そして誰が金賞を獲得するのか、各社のプライドを背負って戦っています。それではここで職業能力開発総合大学校准教授大川正弘さんにお話を伺っていきたいと思います。大川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今年は19人が出場されていると伺いましたけれども、どんな企業が参加していますか？ですね、こちらの職種は、日本の主要自動車メーカーのみが参加している非常にこうレベルの高い職種となっております。でも今年はちょっと珍しい選手がいると伺いましたが。そうですね、はい、将来の金の卵であります、まだこう、高校3年生のですね、そういったあの選手も今回出場しているということで、はい、その子たちは今後こう、年数を重ねて年齢制限のある中でこうやっていきますので、将来を見据えた出場を考えている企業さんもいらっしゃいました、はい、そうですね、将来が楽しみですよね。今ですね、どんな作業をしていますか？今こちらはですね、はい、部品がリアとフロントに分かれているんですけど、はい、選手によってそのリアから作るか、はい、フロントから作るかというのは違うんですが、はい、今見えている選手は、フロントから作っている段階です。それは個人の好みによってという形なんですね。そうですね、戦略もあると思いますね。戦略もあるわけですね、はい、どういった技術が必要になってきますか？そうですね、こちらはその卓越された技能だけではなくて、はい、強靭な体力も必要となるような職種となっておるので、そうですね、練習、毎日のこう非常にこう情熱的な練習を積み重ねての結果が、今回の大会に出てくるのかなと思います。なんか先ほどから見ていて、このハンマーの叩き方っていうのもまた違いますよね。こう腰を落としてトントントンと叩き方と、膝から全身でこうリズムよく上下をこう、そうですね、上下にこう動きながら叩いている形、はい、非常に躍動感があるような動きの選手もいますし、はい、大胆にこう思いっきりこう金属を変形させていく必要もありますし、はい、細かくですね、接合部を調整して微細な、繊細な作業をしていくっていう、こう両方が、この大会、職種の見どころとなっております。じゃあ大胆さと繊細さと優しさも必要ですよね。じゃあ難しいところっていうのはどんなところでしょうか？そうですね、鉄板が 0.8 ミリしかないので、はい、それを伸ばしていったりしていくので、割れてしまうっていうのが一番心配ですね。割れた時点でアウトだったりしますか？割れた時点でアウトだったりしますか？そうですね、割れてしまうと溶接で修正ができますので、はい、減点が課せられますが、失格にはなりません。今使っているハンマーなんですけど、すごく気になっていて、いろんなハンマーを持ってらっしゃる方がいるんですけども、全部で何種類ぐらいあるんですか？そうですね、本数制限がございまして、はい、20本という制限があります。結構ありますね。そうですね、でその中には、はい、プラスチックハンマーですとか、はい、木ハンマー、金ハンマーというものがあって、はい、それぞれ用途に合わせて、はい、伸ばしたいとかですね、縮ませたいとか、そういったのがあった時に、変えていくということになります。なんか使い道というか使い方によって、またその工程でまた出来上がりも違ってくるという感じなんですかね？そうですね、はい、で表面をきれいにしていくハンマーもございます。あ、そうなんですね。でこの自動車板機の競技時間7時間ということなんですが、どの工程に一番時間を要しますか？やはりですね、今回の課題に関しましては、リア後ろがですね、かなりいろんな要素が入っておりまして、はい、伸ばしとか縮みが多くありますので、多分ほとんどの選手がリアの部分にですね、成形に時間がかかるということが想定されます。そのリアの部分、7時間中の大体どれぐらい、人にもよると思うんですけど。そうですね、10に分けると、3-7の割合、7が後ろに費やすんではないかなというふうに進んでおります。じゃあいかにフロントの工程を
こう、まあ、素早くというか、まあ、手早くできて、ね、難しいところに時間をこう持っていく、ね、この時間配分も関わってきそうですね、はい、そうですね、あの、まあ先ほど申しましたが体力勝負もありますので、うんうん、先に難しいのをやるのか後ろに難しいのを取っていくのかっていうのも戦略のうちの一つだと思います、うんうん、それも人それぞれなわけなんですね。もうあの私なんか見ているとやっぱりこうハンマーを力強く叩く姿というのもそしてそのこう戦術を見つめている眼差しというのもとってもかっこいいなと思うんですが見どころっていうのは何かどこかありますか、はい、そうですね、うん、やはりまあ先ほどもおっしゃって、力強さ と、繊細さ の、 その切り替わるポイントがありますのでそのポイントを見ていただけると非常に面白い競技かなと思います。面白い工程とかはありますか。溶接もありますので、はい、まあ、そこであの炎が出てきますので、うん、このハンマーの打ち出しだけではなくて溶接時の炎の光っていうのも非常に面白いかなと思います。なるほど。それでは最後に自動車板金の魅力を皆さんにお願いします。はい、こちらはですね、まあ、自動車板金、技能織の中でも 花形職種だと私は思ってますので、うんうん、そちらの方を見ていただいて、まあ、力強さと洗練さあと、まあ、真剣に製品を 見つめる選手たちの眼差しなんかも感じ取っていただければと思います。はい、わかりました。大川さんどうもありがとうございました。さあ、平面だった銅板が立体的に成形されていく様というのはこの競技のまさに醍醐味と言えそうです。以上、自動車板金の競技会場からお伝えしました。次にご紹介するのが機械組み立てになります。精密機械の組み立てはヤスリを使った手作業により研ぎ澄まされた精度感覚で加工する技術が必要になります。会場では機械加工された複数の素材が支給されこれらを図面をもとにヤスリで高精度に加工して組み立てていきます。その後は組み立てた作品がスムーズに稼働するかどうかを確認し再び調整していくという競技時間が6時間20分猛スピードで行われるミクロンレベルの加工技術にどうかご注目いただけましたらと思います。現場の様子を伝えていただきます。内田さん。はい、技能五輪の会場に再び戻ってくるとより一層油の機械に刺す油の香りですかね、先ほどより強まってるなという感じがします。機械の音もひときわ大きく聞こえます。今午前中作業終了15分前というアナウンスも入りましたが午前中のもう本当に終盤にかかってるわけですね。今ですね、機械組み立ての競技では一番の力作業です。荒削りというヤスリを使って大きく削っていくという作業が行われているところです。削りをする音ですね、シャカ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 って音響いてきますね。これ無観客開催ならではこういう音は去年はあまり聞こえなかったんですけれども今は本当にビンビンこちらまで伝わってきています。そのヤスリ掛けの、まあ、一番の力作業のところですね、一番力がいるところが今この時間行われているわけですけれども、放送席、放送席、はい、放送席、はい、はい、あの今ですね、機械組み立て午前中の最後の山場というか力作業、ヤスリの作業が行われているところなんですけれども、ここで皆さんどんなことに気をつけているのかというのは解説の先生方分かりますか。小林さんいかがですか。今ですね、あの先ほど作業をこうさあの説明あったようにですね、荒取りという作業が、まあ、主で行われているかなと思うんですが、はい、まあ、荒取りといってもですね、先ほどのフライスとかですねの加工機械に比べると取る量としては 0.1 ミリとか 0.2 ミリというようなオーダーを取るというのが、まあ、機械組み立ての中では荒取りというような形になりますけども、はい、この時点で面をこう大きく崩してしまうとですね、後の仕上げ作業の時に非常に苦労することになりますので、まあ、こういったあの荒取りの時点というのはまず基準となる面をまず崩さずに均一に取るというところが、まあ今
注意しながら皆さん作業をやっているところというところですかね、はい、放送席競技員太田和義さんをお迎えしておりますが、いろんなことを教えてください。よろしくお願いします。お願いします。機械組み立てに関してまず伺いたいんですけど、これどういった競技というふうに捉えればいいですか。主体はですね、ヤスリ作業、あと、まあ、それらを使って加工をした部品を組み立て調整するとして、まあ、一つの装置を作るというのが、まあ、この競技の課題になっております。選手たちにとって大きなこうハードルとなってくる部分というのはどういったことになりますか。一つはですね、一定 の, そのエアーの圧力で、はい、先ほど の, この自動穴開け装置という装置をまずは動かす、自動に動かすということが一つ課題として挙げられます。はい、精度をよく作るということになるとですね、どうしても動きにくい、硬いということが出てきまして、はい、実際に最後完成し、競技が終わった後に受け取り検査という検査の段階で動くかどうかを確認しますが、はい、その動く段階でですね、まあ、硬いと動かない、まあ、また逆に緩く作ってしまうと寸法の精度が出ない、出てないというところでですね、はい、その、まあ、動かさなきゃいけないし寸法も出さなきゃいけないというところが、まあ、この職種の非常に難しいところになっています。またそのもの自体は他の人が実際に触って動くかどうかですもんね。自分が 動いても他の人が使い勝手が悪かったらダメですもんね。そうですね、まあ、ただ人によって、はい、動く動かないっていうのがあるといけないので、エアの空気の圧力ですね、はい、空気の圧力を一定に、まあ、0.4 メガパスカルという規定を設けて、この圧力ので、アクチュエーターを動かしたその力によって回るか回らないかということを判断しているということになります。いや、それにしてもこのヤスリをかけてどんどんこう精度を出していく、そう簡単にできるものなんですか、これは。まあ、見ているとですね、はい、非常に簡単にやっているように見えるんですけども、はい、これやはりこんだけ熟練をした技能で、今回の課題ですとですね、9部品全部で126面を6時間半の競技時間で仕上げます。はい、まあ、加工だけをやっているわけではないので、まあ、単純に言うと、まあ、2分ぐらいでですね、はい、1つの面を精度よく仕上げていく必要があります。たった2分ですか。それはですね、普通の方には多分できない技能です。まあ、当然私もですね、やりなさいって言われたらちょっと2分では難しいというところがですねありまして、今も選手たちの姿見ていると力を入れて腰を落としてヤスリをかけている人もいたり、あと比較的立った状態でもう本当に滑らかにやっている姿もあったりと、いろんな技術が必要になってきそうですね。そうですね、はい。ちなみに今映っている右に棚が4段ほどあるじゃないですか、はい、あそこにはヤスリですとか道具が多分載せられていると思うんですけど、はい、あれってご自身で持ってきた道具になるんですか。そうです、はい、全部選手の持参のヤスリ等の工具になります。これ相当種類何本ぐらいあり、20本ぐらいありそうですね。そうですね、もっと多く持ってこられているところもありますし、競技の中ではですね、はい、必要に応じて適宜持ってきて構わないという形で、はい、大きさ等の指定はありますけども、はい、本数の指定はないので、はい、もう各選手ごとにですね、必要な本数を持ってきているということになります。あれは全部ヤスリなわけですか、また他のものもあるんですか。基本的にはもう全部ヤスリですね。こんなに種類が必要なんですね、ヤスリ一つにとっても。やはりですね、加工する場所によって、はい、あとは先ほど粗取りと仕上げでも全く違うヤスリを使いますし、はい、広い面積を加工するもの、あと、まあ、今加工している映像で出ているのは V 溝という、まあ、V の溝を加工しているんですけども、はい、ああいったものも粗取りするというようなのに、まあ、角ヤスリという四角いヤスリを使ってますけども、はい、広い面積を加工するのであればやっぱり平ヤスリという、まあ、平たいヤスリですね、うん、まあ、そういった形で場所場所によってですね、ヤスリを使い分けるというようなことを今やって作業しています。また
目の細かさだったり粗さだったりとかいろんな種類がおそらくあるんですもんね。そうですね。いやでもここまで種類を使い分けるのは驚きました正直。いやそれにしても大塚さん、ずいぶん IT による自動化が今進んでますけれども、まだまだこういった機械の組み立ての技術というのは当然企業には必要になってくるものなんですよね。そうですね。量産でこういった組み立て技能をヤスリ技能というのを使って量産加工するというのはもう今の現代ですね、はい、ほぼないんですけども、やはりそういった製造業で、はい、ものを作るという場合には当然何らかの機械が稼働して、でそれがものを作ってということで、そういったものがまあ大体ライン化して量産をするということになってますけども、ひとたびそういった機械が壊れた時とかですね、はい、っていうのは基本的にはその壊れたパーツをすぐ交換して、ラインを復旧して、その工場が停止している期間をなるべく短くしてということが求められるんですけども、例えばそういったその部品が手に入らない、例えば海外であるとか遠隔地でですね、はい、でそういった加工機械もないというような時に、いや何週間も機械工場を止めていいのかということになると、こういった技術者がいるとですね、その場で、周りにあるパーツを使って代替部品を精度よく作ってしまうということができるわけです。なるほどね。その設備を早く稼働ができるというようなことでですね、その重要な役割を担っているということになります。一人の力が会社全体に大きな役割を果たす可能性が大いに秘められている職種なんですね。そうですね。放送席解説には機械組み立て協議員の太田和義さんをお迎えしました。太田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。第58回技能五輪全国大会、選手たちの熱い戦いを感じていただけましたでしょうか。解説には愛知県職業能力開発協会より小林博さんをお迎えしました。そしてリポーターは内田英子さん、山口千景さん、司会は私小平浩二でした。